ヶ月ぶりぐらいか。いや、ショールームの後にファンクラブ配信があるので大丈夫ですよ。まだファンクラブの方はしてないです。この後久しぶり。やっほー、皆さん元気ですか？こんばんは。前回も FC 配信の前だったね。そう、なんかセットにする感じでしてます。なんかルームがすごい可愛いんですけど。なんで？の放送がこの後、あ、もうこの後なんや。髪伸ばしてるのに切りたくなる。ねえ、本当？私は伸ばしたくなってました。昨日自分の昔の写真を見て、昨日今日かな、今の髪型、そう伸びたんですよ。あれから切ってなくて、結構なんかね、あの街中とか歩いてこう下に影ができるじゃないですか、自分の。なんかキノコみたいな、こうかけたりしたらいい感じなんですけどね。眠くなる BGM ね。私もさっき配信始まる前に眠くなって来たっていう話してました。ご飯食べました？キスとラブレターイベント、へえ。ラブレターありがとう。密中やん。ラブレターとかハートとかチューとかありがとうございます。週末久々にお顔見れそうで、お、ピースのウイングで、確かに。うちの昔の写真見返してどっちもいいなってなってた。本当？なんかやっぱりあの服が難しいんですよね。どういう服を着たらいいのか分かんない、この髪の長さで。痩せたかな、痩せたかなって思って体重計乗ったんですよ。この前トルブさんとあのサウナに行った時に、した過去最高の体重だった。びっくり。ブルブル全通に向けてチケット、お待ちしてます。すごい、全通私がいっぱい書きますね。これから食べようと思ったら配信始まった。そうそうそう、なんかね、この後にファンクラブの方で配信をするんですけど、その告知はねしてたんですけど、こっちの方はしてなくて。すごい、でも皆さん早いですね、来てくださるのか。うどん食べた、カルパッチョ食べた、いいな、カレーいいね。うんうん、くえ、かけ時間になった。踊らなくなったから、いや、どうなんですかね、わかんない。でもね、それは1週間前かな、いや2週間前、十何歩、10日前ぐらいに測った結果の話なので、
その体重計に乗った話は。多分ね今は痩せてる気がする。なんか細くなった気がするんですよね、足が。歩くからね。ファンクラブでは何回か配信した。そうしてますよ、もう何回か。土曜日仕事でに行けない感じ。あらら、入っててよかった。ファンクラブ、うわ嬉しい、よかった。ファンクラブ、ファンクラブどうですかって。ファンクラブ配信でした方がいいから。でもこういう話はね結構ね更新頻度はいい感じですよね。ファンクラブにいてくださっている皆さん。エンディングライブ出演日は千秋楽以外プレミアム。おーね、プレミアムチケットも全15公演あるんですよ今度の舞台。6月21日から30日まで全15公演あるんですけど、12公演プレミアムチケットがもう完売で、残り3公演なんですけど、残り3公演もキャンセル分のみの受付ってなってるので、すごいですよね。今日もめちゃめちゃ歌ってきました。とってもとっても歌いました。まだチケットが1枚も取れてないんだけど。え、あれ投げて、テーブル完成した。うん、トラブさんとか状況組とはよく会えてる。そうですね、よく会えてる、よく会えてるかな。よく、よくって難しいですね。でももう1,2,3,4,5人は会いましたね、元メンバー。5人かな、パッと思いつく人数で5人。あと会おうねって言ってる子もいる。好きな時にラジオ聴けるのありがたい。おお、ラジオもね、睡眠導入系ラジオで、レコーディング、そうレコーディング楽しかったですね。今日してきたんですよレコーディング。とてもとても楽しかったし、今までは私の声、まあ、入ってったっていうか、私もレコーディングに参加したりしたけど YouTube でしか公開できなかったっていうか、その円盤化とかサブスクに入るときには私の声は使えなくて、そう他のねキャストさんが歌ってくださってたんですけど、今回は私は自分の声で持ち歌っていうか自分が担当する楽曲をお届けできるので嬉しいです。うん、どういう形であれかはまだ分かんないですけど、YouTube には多分載るんじゃないかな。かっこいいですよ。プレミアム外れちゃいました。あら本当。今回の日はどんな日なの。いやー頑張ってるんですよ。かのちゃんが前配信で、あそうそうそう、かのちゃんとみなみとおきちゃんがうちに来ました。自炊でハマってる料理ある。自炊でハマってる料理はキムチ、豚キムチにえのきを入れる。えのき豚キムチ、えのき白い細い長いのがいっぱいあるのってえのきですよね。欲しい日のプレミアムは全部取れたので。おおすごい、みんな見ててくれてありがとう。そうなんですよ、
いやなんか私のその今回の担当する楽曲が結構今まで歌ったことないような楽曲でかっこいいんですよ。そうなんか新鮮だと思います。今までを知ってくださってる皆さんからしたら、うん、15公演チケット確保できた、すごい全通じゃないですかねえ、言ってくださってましたもんね。ありがとう。チケットやっと取れたように行くね、待ってます。東京の空気はどうですか。東京はね、風が寒いんですね。ビル風がすごい。フォートリートもいただきました、ありがとうございます。写真撮ってるんだけど、もうちょっと後に載せさせていただきます、ありがとう。最近みちょみなやって自炊頑張ってる。何作ってるんですか。片道の違う一面が知れるんだ。あんまり聞いたことない歌声だと思います。今まで歌った楽曲ではない気がするな。私のイメージしながら歌わせていただいている方、こうロールモデルみたいな方は水木奈々さん、リサさんみたいな感じの結構激しい歌で、こうノリノリで、なんつったらパンチのある歌い方ができたらいいなって思いながらやってましたね。でもね、落ちサビとかがいいんですよ。でも 2B もいいんですよね。まあ全部いいんですけど、そう 2B と落ちサビめっちゃ素敵なんですよ。お気に入りポイントこれはね、でもね、フルサイズじゃないと危険系ね。ファンクラブは21時半からの配信です。私 2B とは曲って A メロ B メロ、そのサビが C って言うんですけど、そのなんて言ったんですかね、 B メロ、あのサビに取り掛かる前のちょっと最初とこうメロディーが変わるところがこうブロックであるとして、 1A1B1C2A2B2C の 2B が私のお気に入りポイント。あと感想があって、まあ、そうじゃない曲もねいっぱいあるんですけど、基本的な流れだとね、感想あって、でダーメロ、Dメロ、またサビでもない特殊なメロディーラインのものが来て、で落ちサビ、ゆったり静かめなサビと一緒のこうメロディーがあって、でまたラッサビみたいな、まあ、Dメロがないやつもない曲もありますけど、大体そんなんじゃない多分。返しみたいなB はどっちかといえばアップテンポの曲が好き。そうなんですよ、私はね。いや、どうなんやろ、歌うのはそうなんですよ。歌う曲はアップテンポの方がノリノリで歌えるから、なんかね、バラードって難しい、私はなって思います。今回の舞台で色気はしてますか。色気はないですね全然ないかもしれない。
今回無邪気な子。違う、そう久しぶり。アイドルの時にはいただけない感じの歌。難しいな、なんて言ったんだろうな。まあ大勢で歌うような楽曲ではないのかもしれないな。そうそうそう、カラオケでどんな曲も歌う。そうなんですよね、歌いたいよね。まあ、セプト楽しみにしてます。お、来てくださるんですか。嬉しい。皆さんも来てくださいますか。フィアレスみたいな話。いや今回初めてかもしれないけど、踊るんかなっていう。もしかしたら自分が歌ってる時に今回踊らないかもしれない。まだ分かんないんですけど、そこまでの稽古はしてないので。あのね、振付師の方もいらっしゃるけどまだ来られてないので、どうなるか分からんけど、踊らん気がするんですよ。どうだろうな。可愛いから美しくなりました。本当ですか。プレミアムチケット当たって、あ、キャンセル分で当たるかじゃね。あの他の方が歌ってる楽曲の時に踊るシーンがあるんですけど、自分が歌っとる時に踊るかどうか、どうなんでしょうかって感じ。うん、踊りみたいです。踊りはするんですけどね。セプトの音楽劇のスタイル好きです。いきます。お、嬉しい。みんな来て、ぜひ。本当に熱い舞台です。熱くて激しくて面白いシーンもねたくさんあって、なんて言ったらいいんですかね、こうなんて言ったらいいんですかね、経験値があるからこそ面白くできるところみたいな。今日のファッションアクセつけるともっと可愛くなりました。確かに今日ネックレスもしてないし、ツインテールでもしようかな。うん、行くよ。お、久々にお顔拝見できる、楽しみ。あらわ、行くね。みんな来てくれるじゃん。でもあるんでしょ。そう、なんていう名前だったかな、刀使うんですけど、なんか通常の刀じゃないんですよ、長さが。だから難しいんですって。中国公演ほぼシングルキャストだと初日と千秋楽だとかなり違うみたいな。確かにそうですね、どんどん上がっていくかな。その本番中にもいろんな成長があると思うので。ファンチケットがあるけど、楽器の生音と月ちゃんの生声が楽しみね。え、楽しみ。私も行く、楽しみ。お、ありがとう。こだちか、そう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 。最近さ、あのストレートアイロンが壊れて、なんか持ってた持ち運び用のストレートアイロンで前髪をこうちょっと巻くぐらいしかできなくて、あとこっちはもういかにドライヤーでまとめられるかみたいな勝負してます。舞台って面白い場面では普通に笑っても大丈夫。大丈夫、長いな。剣エンディングライブ3公演行きます。ああ、私の、でも私がね、
ってる日4個あるんですよ。ひな、ひなじゃないや、今村美月、今村美月ピコツーツーマンみたいな日が2つ、あと神勢スペシャルの日、まあ、でも大千秋楽とかもみんな出ると思うから、結局その前のねお芝居とかもあると思うので、結局15日じゃないや15公演全部出ると思うんですけど、めちゃめちゃ長尺で板の上なのは5回か。そう、そのエンディングライブも何歌うっていう話をしてたんですよ。リファか、そうリファのアイロン使ってたんですけど、それが壊れたの。でも最近リニューアルしたじゃないですか、その1個前のやつだから、まあね、ちょっと年月も経ってたから、そうまだ買ってないけど新しいものはね、そうなんかリニューアルしたから新しいのいいなと思ってたから、ちょうどいいタイミングかなと思ったり、そう。どこだっけな、ここら辺がね跳ねるんですよね。しかも後ろってあんまり見えんくない。ピコさんとの日行く、お嬉しい。ソロの日は行けなくて泣いてます。そっか、水曜日は平日なのでね。平日もねたくさんありますもんね。15公演全部に満ちてるの。本編は行ってますよ。アフターライブもライブへの導入の時間みたいな多分いると思います。私壊れて問い合わせたら交換してもらえたね。なんかさリファってさ買ったらさ、その箱の中にカードみたいなの入ってるんですよ。そんなね多分それいらない。私ねアイロンいつ買ったんだっけな、多分広島にあるんですよね。あるかもわからん、ちゃんと取ってなかった。もうどこにどんなお店があるか分かってきたかな。なんとなく分かってきました。そうなんですよ、それなくしてくる。え、本当？なんて言ったらいいんだろう。でも何年経っとるかもう覚えてないんですけど、2年経っとったらダメとかありそうじゃない、交換の時期っていうか。お兄さんの夜の部だけしか行けなきゃできました。お待ちしてます。ありがとうございます。来てください。お安いスーパーねえ。私もさずっと実家暮らしで親がねお買い物もしてくれてたから、何安いの基準が分かんなくて、でも最近分かるようになってきました。あれはあれ、この話したっけ、なんかキノコ類は100円以下だったら安いみたいな。買い上げから1年だって、あーダメかも。ファンクラブ配信の時間まで勉強頑張ってきます。いってらっしゃい、頑張って。そうそうそう、暖かくならなくなった、電源をしても。ホームシックはなってないですね。あのワンコに会いたい思うぐらい。コンビニはねあんまり行かないけど、稽古始まったら行くようになりましたね。稽古前にあちょっと買っとこうみたいな。
とお皿洗い、お皿洗うのがめんどくさくなってきた。そう、でもこれがさ、自炊を遠ざける第一歩なんだと思うんですよ。このお皿洗いがめんどくさいが。ふくちゃんみたいにテレビ電話してます、してます、テレビ電話とか。果物高くて買いにくい。うん。食洗、でも食洗機置く場所ない。まあ、あるっちゃあるんですけど、今のお家がね、いい感じなんですよね。こんばんは。今私が迷ってるのは、そのアイロンをさ、ゲット線とこうね、伸びてきた時にまとまらないからっていうのと、あと鏡をね、買うか迷ってて。これも話したっけ、空気清浄機迷ってる。あと掃除機、今コロコロで事足りて、事足らせようとしてるって感じなんですよね。でもね、大皿ね、洗い始めたら早いんですよ。みんな全部そうですよね。お風呂もさ、入ったら早いじゃん。早いっていうか別に苦じゃないじゃん。やり始めたら全部いいんですけど、歯磨くタイミングで一緒にやるの。あ、そうなんだ。あれかも。お風呂入る前に洗濯始めて、でお風呂から上がったら洗濯物をお風呂場に干して、お風呂乾燥をして、でお風呂から上がってこうスキンケアしてパックをしとう時に洗い物とかお掃除をする。まあ、なんかさ、自分が綺麗になってこうお部屋の中にもっと綺麗に、より綺麗にできるところがあったらしたくなるっていうか、パックしとる最中ってさ、綺麗になりよる最中じゃけんさ、そうね、そう思える日もあるし、めんどくさいなって思う日もあるし、うん、モーニングルーティーンなんてない。いや、こんばんは。天才じゃんね。時間の使い方が上手。いや、下手なんですよ。なんであんなに腰が重いんじゃろうね。普段も広島弁で話してますね。卒業してから自撮りする枚数減りました。でもファンクラブには自撮り載せたくて、載せるようにしてるけど、朝寝てそう、そう、朝めちゃめちゃ寝てますね。あと、パンの偉大さに気づきました。なんか、いや、分からん、これは人それぞれかもしれんけど、朝パン派になっちゃった。ちょっとだいたい食パンにバター乗せて、あのオーブンで温めて、で蜂蜜をかけて、蜂蜜バターパン、蜂蜜バター食パン食べてる。か、あのフルーツが入ってないグラノーラみたいながあって、
それを食べるか、ヨーグルトにそれを混ぜて食べたりしてた。なんか朝なんて言ったらいいの、ワンプレートで済むって素晴らしいよね。食パン、その蜂蜜バターパンとかもさ、オーブンに、オーブンで使うこうやつをやってさ、キッチンペーパーを敷いて食パン乗せて、で温まったら出して蜂蜜かけてお皿に乗せるだけじゃないですか。でこれをご飯を食べようとしたら、茶お茶碗とお箸も使うじゃないですか。その時点でもう洗い物が1と2と3なんですよ。お箸も1膳じゃけど2膳。でもパンは一皿なんです。置いてるお皿だけだとこうやって食べるからって考えたらパン派になるんですよね。あとあとそう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 いうタイプだったの。そういうタイプだったんですよ、ね、気づいたら。そう、もう一人暮らし始めて40日目ぐらいです。洗い物をとにかく少なくしたいんじゃね、じゃない？違います皆様。モーニングとかに行くときは行かないですね。で結構自分でモーニングっぽいの作りたくなる。私は次朝エッグベネディクトを作ろうっていう目標を立ててて、なんかね意外と全てね再現できるんですよ多分。それ完成度は低いくなるとは思うんですけど、マフィンの上になんか大きいベーコンとみたいな、あとなんかお湯でなんていうのあれ、お湯で丸まった卵なんていうんですかポーチドエッグ、ポーチドエッグそうだポーチドエッグっていうのが乗っててみたいなね。そうそう、おしゃれな名前。君が取るんて、そうそう。でもこの前アボカドを買ってて、でもなんかちょっと日が経っちゃって、買ってからそろそろ食べんといけんなって時に、でも私はサーモンと食べたかったんですけど、いいサーモンがなくて、結局朝に食パンにアボカドをマヨネーズ、塩コショウでなんかアボカドペースト作って、でそこにポーチドエッグ乗せて食べて、そうめっちゃおしゃれだし美味しかった。わさび醤油も美味しい。いや美味しいですよね、好きですよ。でもあの朝ごはんは優雅だったの。
やっぱ朝が優雅っていいですよね。マネージャーさんが教えてくださいました。こんばんは。いかに朝を優雅にするかで、夜はいかにパパッと作れるかみたいな。クリームチーズとアボカドとサーモンをサンドイッチ、おしゃれなやつやな。そう、あさってできるだけ寝てたいよね。うん、そうなんですよ。なるべく寝てたい。そうなんです。難しいよね、そのさ、優雅に朝を迎えられた日の優越感とかさ、こう体がシャキッとする感じっていうか、あ、今日はいい日になるかもしれないわみたいな、こういう感覚も知ってるけどね、ずっと寝たい気持ちも分かる。男子はアボカドそんなに、うん、なんでなんですかね。あれも作りたいな、あれ、あれなんだっけ、あれ、甘い食パンのひたひたのやつ多分みんなわかるあれです、あれ作りたいな。じゃがパン派なんですよ、私は多分。そうそうそう、絶対ミネストローネじゃないでしょあ、ミネストローネもパンひたひたにするのかな。そう、フレンチトーストだ。よくわかるね。茶碗蒸し美味しいですよね、フレンチトースト。でもやっぱね、お野菜を食べない、一人だと。どうだろう、フレンチトーストにバニラアイス絶対美味しいね。いやイメージ優先で優雅な食事を選んで、あ、ミニトマトとかはお手軽じゃけん食べたりするけど、こう葉物がかな、緑の葉っぱ系食べないかも。どうやったらいいんですかね、焼いてもお野菜。やっぱサラダで食べとるのが一番いいんかな。ぶり大根レタス、トマト、サンドもさ、ベーコンとかレタスとかトマト、手でトマトとかとさ手でちぎれないじゃないですか。そしたら包丁とまな板っていう洗い物が増えちゃう。お野菜って一人分が難しい、やっぱそうなんですよね、きっと。なんか野菜食べんといけんなって思ったりするんですけど、どう食べたらいいか分からなくて。でもなんかいつか体がダメになりそう。ブロッコリーね、この野菜は最強みたいな野菜ってありますか。これ食べとけばなんかビタミン、ミネラル、もう何でも濃いみたいな。新玉ね、お
味しい。ブロッコリーってそうなんですか？野菜だけ自炊しないでサラダ買うのも悪くない。確かにね。でも何回か買ったんですよ、あの10種の野菜サラダみたいな袋に入ったやつ。あれもね、飽きちゃうよ。キュウリってそうなん？ブロッコリー持ってジョギングって。これ食べとけが完璧ってやつじゃないじゃん。ちゃんと動いてる。玉ねぎソース美味しいよね。いや、わかる。ミニトマトっていいよね。いや、ブロッコリーってすごいんや。え、キュウリってさ、キュウリって体温をさ、こう下げる効果ありますっけ。でもなんかめっちゃほぼ水分みたいな。あれ？野菜ジュースね。ポテトチップスは野菜だと思います。お芋だから。ブロッコリーをレンジでチンすればそのまま栄養価取れる。ブロッコリーとささみ、あー、マッチョの人のやつね。ピーマンは肌に、でもピーマンにさ豚肉を巻いて焼肉のタレで食べる、片栗粉まぶしてレンジでチンして焼肉のタレで食べるやつ食べたけど美味しかったです。もう丸ごとピーマン。ピーマン好きなんだよね。コラって売っとん。私の好きなドレッシングは、ドレッシングじゃないな、私の好きなサラダにかけるものはオリーブオイルと岩塩です。オリーブオイル&岩塩。ダイエットしとる時にそれで食べてましたね。結局私はね、シンプルが好きなんですよ。焼肉とかもさ塩派なんですよね、どちらかというと。あんまりご飯は食べないんですよ、焼肉とか行ってもライスをね。だからお肉だけを楽しんだりするから塩なのかな。ご飯とかあったらタレね、いいなって思うけど。ピーマン美肌効果。食べなきゃ。アスパラかけ豚バラでも美味しい。あのね、えのきに豚バラ巻くのも美味しかった。えのきが好きになりましたね、一人暮らしして。より、今まで好きなキノコ何ですかって言われたら、多分私はエリンギって言ってたんですよ。でも今キノコとエリンギ、間違えた、エノキとエリンギですね。ね、エリンギのバター醤油炒めがさ大好きでさ、そう、なんかエリンギ一択だったんだけど、お家でエノキってあんま出てない気がするな。お鍋の時とかね、そうなんよ。何でも似合う、何でも合うんですよ、えのき。なめこ、なめこあんま食べんな。ねえ、えの
気って本当にすごいわ。椎茸も好きだな。いつまで自炊続く？わかんないですね。最後に自炊したのいつなんだ。椎茸のステーキ食べたことないかも。美味しそうだね。無限えのきって何？えのきってすごい。えのきはどんな栄養があるんですか？椎茸栽培キット。昨日さあれをさ買うか迷ったんですよ。観葉植物。めっちゃ迷ってやめました。椎茸の天ぷら美味しいですよね。でもやっぱ私はあれだな、すき焼きが好き。普通なら今もやってないです。アカウントがなくなっちゃって卒業してすぐ使えなくなって、うん、入ってはいるんですけど携帯にアカウントなし状態。私も今サボテンが欲しい。サボテンいいね。広いキッチンで自炊してます。いやそんな広くないかな。キノコに栄養は大してないはず。うそ、キノコって栄養満点じゃないんですか？キノコ類の中でえのきビタミン B1 の富裕量がトップクラス。ビタミン B1 って何に効くんですか？舞茸美味しいよね。インスタやってますよ。キノコって野菜じゃないから食べといた方がいい。どういうこと？舞茸の天ぷらもさ一回食べたことある気がするんですけど、めっちゃ美味しかった記憶ある。代謝ね、疲労回復最高じゃん。舞茸もいいね。舞茸ってでもなんか秋のイメージなんですけど違いますか？疲労回復素晴らしい。わさびの天ぷら辛そう。血液をサラサラにしてくれる。すごいじゃん。じゃあ玉ねぎとえのき、私の豚キムチにえのきと玉ねぎ入れたらもうサラ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 豚キムチで。まいたけ入れてキムチ鍋、いいね。わさびはすらないと辛み成分出ない。そうなん、知らなかった。すごい。筋肉使うとビタミン B1 枯渇して。へえ、わさびを薄めると甘い。薄めると甘いってどういうこと？わさびを薄めるってどういうこと？スライスってこと？オクラね、オクラも大好き。こんばんは。みんな偉いね。いいわさびはご飯に鰹節と醤油かけた丼で。わさび丼？ん？わさび丼ってこと？すごい。いいわさびね。なんですっけ、山わさびみたいな。お肉につけて食べる。アスパラの天ぷら美味しいよね。嫌いな食べ物。嫌い、苦手なものはゴーヤ。
レバーもね苦手だったりしたんですけど、パサパサのレバーがちょっと苦手かもしれないな。そうなの。わさびチューブ全部一気にいけないですよ。大変。そんな感じでございますね。ねえ、みんな本当に物知りで素晴らしいですね。ありがとうございます。あら、ということでもうすぐ21時半になるんですけれども、21時半からは、私のね、あのファンクラブの方からの配信となるので、ショールーム配信はここらでおいとまさせていただきます。まだファンクラブ入ってないから配信見れないよっていう方、こちらのバナーにファンクラブのサイトが載ってますので、ぜひそちらから見てください。 FC 配信も野菜の話限定そんなことないけど何話すかな。お気に入りの桃の話とかしようかな。ということで約1時間皆さん見てくださってありがとうございました。今回は少し時間空けられない、ちょっと5分ぐらい空けようかなと思って、はい。ということでまたちょっとね間が空いちゃったんですけれども、ショールームまたやりたいと思います、ね、あんまりこうさらっと告知っていうかさらっと予約入れてたんですけど、今日ショールームの配信はたくさん見に来てくださって嬉しかったです。ありがとうございました。それではまた、ファンクラブ入ってくださってる方はファンクラブの配信の方でお会いしましょう。壇上を読んでたっけ、壇上を読んでいきたいと思います。13位ケンケンさん、12位東京特許許可局局長さん、11位セリアさん、10位ギルスさん、9位長谷川さん、8位ヤダヤダヤダさん、7位ラスカルさん、6位小ガラス丸さん、5位フーさん、4位取り立て王子さん、3位エムケンさん、2位クロスケさん、そして1位はじゃじゃじゃん、グッドラックトゥエブリワンさん、いい名前ありがとうございました。読んじゃった、今回から読もうかな。ありがとう皆さん。それではまた後で21時半からファンクラブの方で始めます。また後でお会いしましょう。またショールームのみの方もまたしますね配信。ありがとう、おやすみなさい、バイバイ。